こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。お金に縁がない人必見。お金を呼ぶサバンナ思考について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。最近こんなタイトルの本を読みました。なぜ星月シェフの僕がサイゼリアでバイトするのかっていうこんな本ですね。この書籍の中でサバンナ思考っていう考え方が紹介されています。 サバンナっていうのはアフリカ南アメリカなどの熱帯亜熱帯の草原地帯のことですねライオンとかキリンとかシマウマなんかが生息するエリアですねこんな感じのやつでまあみんなイメージ湧くんじゃないですかねでこのサバンナ思考は経済的に豊かになりたいってい思いを持っているリベダイチャンネルの視聴者さんにシェアすべき素晴らしい考え方だと思ったんで解説することにしましたいきなり直球ドストレートなんですけどお金に縁がある人は誰もがサバンナ思考を持っていてお金に縁がない人はサバンナ思考を持っていません 貯金口座の残高今のままでいいやっていう人以外はぜひこの動画でサバンナ思考について知っておいてほしいなと思いますこの動画では1つ目に書籍の著者概要を簡単に紹介した後で2つ目にサバンナ思考について僕の実体験を交えて解説します僕含めてビジネスを成功させたことがある人なら誰もがこのサバンナ思考にそうそう これ大事だよなって思うはずなんですね。なんで皆さんもぜひこの動画をきっかけにして考え方をマスターしてしまってください。ノコギリとかパソコンとかね、道具を使う特殊な技術ならともかく、考え方を身につけるのに必ずしも大金や長い時間をかける必要はありません。人生を変えるきっかけはちょっとしたところに転がっています。それが今日、この時かもしれません。なんでぜひ皆さん本気になって聞いてください。それでは本題に入っていきましょう。解説ですね。書籍の著者、概要について。 ままず著者の方にについて簡単に紹介しますこの本を書いたのは村山太一さんんいう方方なでですすね、えー、この方です1975年新潟県で生まれて調理の専門学校卒業後料理人の道へイタリアで最長の26年間三つ星を保ち続けるレストランダルペスカトーレで副料理長に抜擢2011年5月東京都目黒区にレストランラッセオをオープン 9年連続ででつ星といいう輝かしい経歴の持ち主です誰が見てもこの経歴聞いたらねすごい成功者やんって感じますよねところが料理人として素晴らしい腕前を発揮する一方でレストランの経営者としては常に悩みがあったとのことですね、えー、腕前技術は一流なんだけど経営者としては悩みが尽きなかったと長時間労働が常態化して人間関係は最悪経営上の損益もいつもギリギリスタッフは幸せじゃないし自分も幸せじゃない こののまままではまずいと思っったた村山さんが売った改正の一手それがサイゼリアでバイトするっていうものでしたすごい発想ですよね確かにサイゼリアは外食産業の超有料企業ですからねビジネスモデルって意味では最高の教科書だって判断したんでしょうただしかしまあイタリアで超有名国内屈指の三つ星レストランで副料理長を務めた人が高校生スタッフの後輩としてサイゼリアで指導を受けるこれなかなかねギャップがあって面白いですよね 結局サイゼリアで経営を学んだ結果自分の経営するレストランのスタッフ1人当たりの売上高は850万円から1850万円にアップ経常利益率8%アップ労働時間が16時間から9時間半に従業員数は9人から4人効率化により半分の人員で回るようになった奇跡の大改革なわけですね 経営者もスタッフもみんなハッピーな形を作れたとのことでコロナで日本中の飲食店が苦しんだ2020年3月から5月にレストランラッセなんと黒字でフィニッシュですよ。 業業界界内ででは飲食業界の奇跡だと言われたそうですちなみに村山さんは勉強が不得意で自分のことを偏差値37のバカだって言ってますではなぜこうやってコロナでも生き残ることができたのかその成功原則は書籍の中で詳しく語られていますいくつか紹介されている考え方のうちの一つがこの動画で紹介しようと思ったサバンナ思考ってわけですねさてこれは一体どんな思考法なのかこれを順番に解説していきますサバンナ思考についてと サバンナ思考を公式で説明するとこの通りなんですね。サバンナ思考とは、危機感気づき即行動この3つですね。皆さんもテレビ番組でこんなシーンを見たことがあるかもしれません。サバンナでライオンが狩りをしていて、シマウマを捕まえてかぶりついて捕食する。見たことありますよね、きっと。こういった弱肉強食の世界では、まずは油断すると人生が終わってしまうかもしれないっていう危機感を持って、 次に注意深く周りを観察して何かいつもと違うことが起きているって気づいてそしてすすぐにに行動を起こさなけれればあっといいう間に食べられてしまいます僕が「おこの考え方サバンナ思考はすごいぞ」って感じたのはサバイバルの原則を掛け算で表現したところにあるんですね。危機感気づき即行動 掛け算なんでどれかの項がなななら最終的な答えもゼロになります全部揃わないと生き残れないっていう残酷な事実をサバンナ思考ってイメージしやすく分かりやすい言葉そしてシンプルな公式にまとめたこの点に大きな価値があると感じてます。 危機感だけを持って日々を過ごしている人はこれただのネガティブな人ですよ。あ給料ボーナスカットされちゃったらどうしようとかね投資で大損したらどうしようとか将来お金が足りなくなってもう老後破産したらどうしようこうやって考えているだけでは決して人生は好転しないし実際にトラブルが起きると人のせいにしてしまいがちなんですね。危機感っていうのは単独では全く意味がないんです。そしてて気づきがあるっていう人は ただだ危機感を持ってるるけの人よりももう少し進んでるんでですね世の中の仕組み的に投資する人と投資しない人の格差は開いていくものだよねとか若い投票者若い政治家が少ないから少子高齢化対策は進まないだろうなとかこのままじゃまずいんじゃないのっていう危機感からこういった気づきが得られるところまで思考が進むと次に打つべき一手が見えてくるんですね日本の人口動態に急速に改善される見込みがない以上日本の税や社会保障制度の仕組みは緩やかに悪化していくことが目に見えている かといって投票者の年齢政治家の年齢を考えると若者に有利な政治が行われる可能性は決して高くないだからこそ政治を変えていく関わりを持とうとする一方で自助努力により自分で社会の変化に備えないといけないこういう気づきを得られるかどうかはいかに普段から危機感を持って過ごす中で周囲を注意深く観察できるかどうかにかかってるんですね5 0ー,ー先の茂みにライオンが潜んでるかもしれない このことに気づけるかどうかこれがメインを分けることになります皆さんが自分のことをしまう間だと考えた時に風向き、茂みの揺れ、水場の雰囲気、周りの動物や鳥の様子ん普段と違うぞとか ん何かが変わったぞってこのことに気づけるかどうかですねもし何の気づきもなく生きているのだとしたら皆さんはライオンにとってただのイージーな獲物かもしれません僕から見るとすでにライオンが射程 10m ーー以内に近づいているのにまだ気づいてないシマウマさんもたくさんいるんですねライオン来てるで危ないでって思うんですけど本人はね全然気づいてないでむしろお尻ちょっとかじられてるでぐらいの人もいるんですけどねさらにもし危機感があって気づきを持っていたとしても 行動を起こせせなけれれればライオンに食われる未来は変えられません近づいてくるライオンを見ながら、まあ、結構遠くにいるしまあまだ大丈夫でしょうって行動を起こさずにいたら最後は食べられて終わりです食事を諦めてでも距離を取るとか仲間の群れに戻る今度はライオンがいない餌場を探すこういった行動をとっていかないと生き残ることはできません最近ついに東洋経済有名なビジネス雑誌ですねこの東洋経済でも YouTube 特集がされました 年収数千万から数億円の YouTuber が派手に紹介されて YouTuber がいかに儲かるか YouTube というプラットフォームがいかに今後有望かそういうことが書かれていました2019年12月時点で日本国内では Google の月間利用者数は7299万人 Yahoo の月間利用者数は6884万人 YouTube の月間利用者数は6,366万人と YouTube は超巨大検索サービスに匹敵するレベルにまで成長しているんですね。さて皆さん今そんな YouTube で一番人気のあるジャンルなんだかご存知ですかどうでしょう一番 YouTube の中で人気のあるジャンル何だと思いますか正解はアーティスト音楽家のライブや楽曲です。 他にはバラエティゲーム実況などのエンタメが人気ジャンル上位を占めていて時事や政治ニュースといったニュースがようやく9位ですつまり YouTube で勉強しようっていう層はまだまだマイナーだっていうことですねぶっちゃけリベダ YouTube を毎日見てくれている人は現状に危機感があって将来を良くするための気づきを得たいそういう真面目な人たちが非常に多いんですね この動画を見てくれている人たちの多くがサバンナ思考の1番と2番のところまでここまでは来ていると感じますあと最後にもう一歩必要なのが行動力ってわけですね皆さんも危機感持ってるし気づきがあるからこうやって YouTube で勉強してるわけですねだから最後にもう一歩必要なのがこの行動力なんですよここだけ足りない人が多い繰り返しになるんですけどサバンナ思考は掛け算で成立している考え方です危機感も気づきも行動力も全部ない人と 危機感と気づきはあるんだけど行動力がない人この2人は結局いつかライオンに食われるっていう点ではどんぐりの背比べなんですね。3つ全てが揃わないと意味がない。行動しろ行動しろって言うけどそれが難しいんだよね。 こう思ってしまう人がたくさんいるのを僕はよく知ってます。だから、そのヒントになる動画もたくさん出しているんですね。行動力を発揮できない主な原因はこの2つです。まず1つ目がリスクや失敗が嫌だ。そして2つ目はめんどくさいってことですね。リスクや失敗については適正なリスクを取りましょうってことで過去たるムードなどを通じて解説してきました。これは絶対見てほしい動画ですね。子供でも楽しめる。金持ちになりたい人が絶対に聞くべき小話。何パセント %3 人の乗客っていう話ですね。そして2つ目のめんどくさいってことについては 小さな成功体験を積み重ねていくこと環境を変えること付き合う人を変えることなどで面倒くさがりが解消されていく可能性が高いんですけど基本的にはいかに自分の人生を大切に思うかっていうことにかかってるんですね面倒くさいっていう気持ちに1回負けるごとに皆さんの人生は緩やかに右肩下がりになるここばっかりは僕がフォローするのが難しいところなんでぜひ自ら奮起してほしいなそういう風うに思います 次に僕自身のサバンナ思考について最後に僕自身の体験について紹介しておきます僕はまさにこのサバンナ思考で今充実した生活を手に入れてるんですね一体どういうことか皆さんもご存知の通り僕は高校生で起業してからずっとね会社を経営してきましたでもある日こんな危機感を抱いたんですね人の人生に終わりがあるように会社という組織にも必ず終わりが来る ビジネスモデルの寿命が短くなっているこの時代に一つの会社ビジネスにこだわって経営を続けるのはこれは果たして正解なのかこういう危機感を抱いたんですねこの地球で初めて自動車が誕生したのは1769年のことだそうですそれから約150年の歳月を経て1908年にアメリカで T 型フォードが登場したこれが最初の大使用の自動車ですねこう,いうやつですね見たことある方も多いと思います日本で純国産の乗用車 トトヨペットクラウンが誕生したのは T 型フォードが誕生してから約50年後1955年のことなんですね。この車ですね。世界で初めて車が誕生してからアメリカで大衆車が生まれるまでに約150年。日本で大衆車が生まれるまでにそこから約50年かかったんですね。昔はそういう時代だったわけです。めちゃくちゃスローな時代ですよね。このチャンネルの視聴者さんは生まれてからまだ50年も僕私経ってないよっていう人もかなり多いんじゃないでしょうか。僕も生まれてからまだ50年経ってません。それが2000年代に 入ってスピード感が全く変わってしまいました2007年に初めて iPhone っていうスマホが登場2008年にはもう Android 端末が登場しています新しいアプリやウェブサービスが生まれると競合他社がすぐにもっと高性能な新サービスを作ってしまう時代ですそこで僕はこう思いましたこんな時代にいつまでも前時代的な会社組織に縛られてたら生き残っていかれへんわってそういう風に思ったんですね何かいい形の経営はないものかこれが僕がずっと抱いていた危機感です こんなに移り変わりな激しい時代で同じビジネスを永遠に続けることを前提に年功序列終身雇用を保障して経営者と従業員がいつまでも同じところで働き続けることにはあんまり未来を感じなかったんですねそういうモヤモヤを抱えながら週休3日4日にチャレンジしてみたりとか好きな最新の IT 機材を会社負担で全部揃えていいよってことにしてみたりフルリモートでの勤務環境を整えてみたりフルフレックス制で好きな勤務時間で働けるようにしてみたり役職をなくしてみたり 冬休みを40日間にして必ず使い切ることを条件にした普段のボーナスと別枠のボーナスを出したりね、スタッフに1年間有給を上げてみたり、社員の副業を全力でサポートしたり、時短家電をプレゼントして生産性を高める取り組みをしてみたり、本当にいろいろと試行錯誤したり、世の中を観察したりする中で気づいたのは、バイトや契約社員的なポジションの人でも、正社員よりモチベーションが高い人がいる、給料の低い人でも、給料の高い人よりモチベーションが高い人がいる。そういうことなんですね。 要するに雇用形態や給料水準よりも自分の能力を活かせているかどうか自分の好きな人と働けているかどうか裁量を与えられているかどうかこういうことを重視している人たちがいるこうなると就業規則雇用契約みたいな一律のルールは邪魔でしかないスタッフ一人一人がそれぞれ一番欲しがっているものを渡すその代わりにスタッフの才能をチームに提供してもらうこういうシンプルな関係性を作った方が組織が強くなるって気づいたわけです 今は僕が経営している会社っていうのは理念に共有する仲間だけが集まって。 それぞれが自分が優先的に望むものを手に入れて、例えば金銭的な報酬とか休みとかね、私は勤務時間短いのがいい、私はリモートがいいとか、評判とか実績ですね。一生懸命、その中でプロとして仕事をやってくれてるんですね。全員が個人事業主です。月々10万円稼げたらよくて、程よい距離感で仕事がしたい人とか、僕と一緒にがっつりと面白い事業を作りたい人とか、世の中よくしたいとかね、他者に勤めながら僕の仕事を手伝ってくれる人、子供との時間をメインにしつつ働いてくれる人とか、実績を積み上げるために頑張ってくれる人、本当に。 いろいろですちなみに契約書は結んでいません契約書はないんですけど理念と信頼でつながっている信頼雇用なんて呼んでますね それでも結果として組織がどんどん強くなってます。僕は会社を複数持っていて、いろんなビジネスやったりサービスを作ったりしてるんですけど、リベダイ運営に関して言えば、YouTube のチャンネル登録者が1年で50万人ぐらい増えて、この1年で30万部近く売れる書籍を出版することができて、リベシティってオンラインコミュニティがどんどん成長して大きくなるという感じで、いい流れに乗ってるんですね。理念に共感してくれる腕のいいスタッフも予算も増えて、ますます皆さんにいい情報を届けられる体制ができてきたかなと。こののいいれ,れているのも 抱いた危機感を放置せずに様々な試行錯誤の中で気づきを得てその気づきを現実の組織に落とし込むために行動し続けてきたからだと思いますこれってまさにサバンナ思考そのものですよね今僕の会社は会社2.0とまではいかないんですけど会社1.5ぐらいまでは来たかなと思ってます 従来の株式会社じゃなくって器としては株式会社なんだけどちょっと新しい会社の形ですねこういう話もリベシティ内では学長マガジンという形で毎日配信しています YouTube の毎日更新に加えて学長マガジンも毎日更新するっていうのは実際かなり大変なんですねでもリベダイはもともとビジネス目的じゃなくって友達や家族向けに始めた情報発信なんで儲けは最優先ではありません僕もいくら人の生活がね豊かになってほしいとはいえ儲けだけを最優先に考えてたら労力と合わなくて絶対やってられないんですねただ じゃあなんでやるのって言うと僕にもちゃんとメリット自体あって僕自身リベダをやっていて貴重な財産になってるものの一つが人との出会いなんですね。 いろんな人に出会って話して僕自身の人生に彩りを非常に与えてもらってる価値観の合う仲間との出会いはこれはもうお金じゃ買えないですね純粋に自分の能力を人に必要としてもらえるってこれも嬉しいですしねやっぱ世に必要とされる間は頑張ろうかなってそんな風によく言ってますさらに理念に共感してくれた人をリベダイのスタッフとしてリクルートすることもできるんですねお金儲け最優先でつながってる関係じゃないからこそあだからこそこの人と一緒に事業やってみたいなとかこの人とこんなことやったら面白そうとか非常にやってもうまくいくんですねそういう価値観 合う居心地のいい仲間を探せるっていうそういう側面もあるんですね。 これからいろんなサービス、リベダイ不動産、リベダイ農場、リベダイジム、わかりませんけど、いろんなものを作っていって、そして今よりも一歩自由になれる人を増やし続けていきたいなと、世の中に役に立つ人に喜ばれるサービスたくさん作っていきたいなと思ってますんで、リベシティで収入や資産を増やしたいっていう人だけじゃなくって、新しい働き方やリベダイの運営に興味がある経営学びたいとかね、そういう人とか、学長流のサバンナ思考をもっと知りたいっていう人もね、ぜひリベシティを覗いてみてください。最初の1ヶ月は完全無料で、無料期間中に退席すれば1円もかかりませんから、会社1.5の実態が えると思いますし、収入や資産を増やしている会員がたくさんいますんで、危機感を抱くにも気づきを得るにも行動を起こすきっかけになるにもとてもいい場所だと思ってます。皆さんのサバンナ思考を磨くのに本当に役立ちますから、この動画の概要欄に URL 貼っておきますんで安心してね試してみてください。ということでまとめいきましょう。サバンナ思考は掛け算。適正なリスクを取ってどんどん行動していこう。なぜ保湿器シェフの僕がサイゼリアでバイトするのかで紹介されていたサバンナ思考について解説しました。東京都メグロ区でレストランを経営する村山さん。 コロナ禍も黒字で乗り切ることができたのは一体なぜなのかそれはサバンナ思考があったからですサバンナ思考っていうのは次の式で表現できますサバンナ思考イコール危機感かける気づきかける即行動油断すると人生が終わってしまうかもしれないっていう危機感をまず持ってそして注意深く周りを観察して何かいつもと違うことが起きていると気づいてすぐに行動を起こさなければ変化の早い時代を生き抜くことはできません ビジネスセンスのある人、お金を呼ぶことができる人は、必ずサバンナ思考を持っています。サバンナ思考は掛け算でできているので、3つのうち1つか2つだけできているっていう人は、残酷なようですが、何もできていないのと同じです。3つ揃ってこそ意味があるんですね。この3つともできるようになっていきましょう。ということで、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらうと嬉しいです。それからリベダイ本出てますんでね、本屋さん並んでますんで、ぜひ手に取ってみてください。今日が人生で一番若い日です。リベダイの YouTube を見ている人は非常に勉強熱心で、 危機感や気づきを持っている人が多いんですね。あとは即行動で完成です。皆さんこれを見ている段階、この YouTube 見ている段階で危機感や気づき持っているんですよ。だからあとはこの3番の即行動なんです。ここができたら完成なんですね。 リスクや失敗が怖いっていう方いると思うんですけど、そこは恐れずにね、どんどん行動していきましょう。リスクが悪いわけじゃなくって、適正なリスクを意識すれば、これは怖がる必要ありませんから。コロナ禍、少子高齢化、いろいろ厳しい状況が続いてますが、サバンナ志向で豊かな生活を手に入れましょう。というところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました今日も気をつけていってらっしゃいそして行動してサバンナを生き抜こう